者が信者やってるんで、相手チームが、ソルチップ会です。あ、なんだセイソルって。はい、いってらっしゃい。さあ、シャクジェイチームラグメイ、クロミヒア、パタエリーチームと国前県、国アンジ、ヨアナチップチーム、先鋒戦はヨアナチップ、対するはラグメイ。あかんあかん、上からチップ2回殴ればいけるよ。飛んでっちゃわない。うわあはは、体力半分以上削れてますね。ショー君投げられてスタンプ草ガード。さあ先にね引きずり下ろした時に相手を落としてもイルカで突っ込んできたりするんで、その瞬間死がね見えたりしますが、イルカも即刺さってしまう。一本選手ラグメイすげえ今の、それそれ。ケイテンイ、あいたたたたた、ジャンプリーマニアパークショッシュ、ピリーアルファブレイド、わーわーわーわさあイルカガード。そうだね、今日いないですね、投げさんが、忘年会らしいですね、リア充ですねツイッターのつぶやきとか全部見ておけないからこう言っておくみたいなわー投げた、投げ範囲は特に何でもいいですがダメでした。裏に落ちて勝ったクミ。さあ残るのはクミさん2人。ああ期待させといてそれかよし、じゃあお前にも実況しろよ。はあ、はい、ワンピーが座るのがクニさんの場合、ツーピーが座るのがラクサムネイ、パークサスのラクサムネイ、場所を使って切り返すが、さあイルカを張ってマイティで固め直していく。ヨーザン戦到着するに刺さらない。タッチフィーから足払い繋がらず、前線降りてきてスタンプからイルカミサイル、さあちょっと待ってから助けオーレンで返してとダスが燃えてしまう。投げるスタンプが表、まずは1本ラクメイ、ラウンド2マイケーシャワーハイ、さあ空中を飛び回るメインに対して治療じっくり行きたいバイキン側、カバーリを出すがスタンプ刺さってまだ安い。エース使ったところにテーラが誘うがコンボにはならず投げられて、うわきっちりガード、サクラ合うから攻め立ってバース使わせる、スズランで裏回り SD で落としてからところはフォルトで距離を離して、ここは陽子陣バックステル少し投げる、スタンプ用紙は使っている、バック
SD まで一本取り返す。クーニさんの馬券最終ラウンド S ハイで突っ込んでいく。さあスタンプから番打ちまで、さあ体力リードを取れているのでなんとか攻めに行かなきゃいけないが、これが強い吉井陣。下段が下がって足までつながらず、ケチラを教える。タスキー刻んで、さあ射外室まで。ここはジャックにバス合わせる。さあ畳カウンターからと、イルカをスズランで取って、まずはクニさんのマイケンが、これは中継戦。中継戦です。はい、ありがとうございます。さあ、出てくるのが、あ、すいません、出てくるのがパタさんのエディですね。さあ、地図は塗るまって金バスを当たっている。ヨウさん、赤から攻めてダメ橋、体力半分になっている。ゲーダースカってしまう、投げ返されて伸びる、当たるがカバイで近づけて、ジャンディー停滞ですから、これはバイケン攻めた時早いっすね。さあラウンド2、カバイが刺さる、足払いまで。カバイから他者引っかるも、作業士治療室なので拾えず、ジャンハイはジャンプで逃げて、シャガイスライシャガハイにシャガハイ合わせる。シャガハイカバリー分身消して、さあゲーダーが刺さってかなり惜しい状況になってきた。ジャンエスからカバリー、ジャンエスで分身消している。シャガピーが触ってマイピーが超ドリルで潰される。手が通る、ジャンディー、ヨウザン赤からジャンディー上がってしまう。さあクニさんのバイケンが似た手中、大将出てくるのはクノさんのミリアですね。さあラウンド1、投げられちまう。タツケイから安定して拾っていく、投げ返す。とりあえず畳を重ねて、金バスを、この金バス返す。あっとさあ空中投げ、これは下段青からの中段、さくらから、さあカモリが刺さって青から、さあ起き攻め、うわー前転読んで投げる。一本選手はクニさんのバイケン、ラウンド2、さあスカッとお互い投げ、で10番でハモさんの制するがチャップさんを倒してくれてますね。
ハマさん、あと2人お願いします。アース払い、刺さって、キンバースを返す。さあ、前転に前転に畳が当たっていたが、コンボにはいかず。足払いから畳青。さあ、なかなか高いダメに入って、畳重ねてから青まで切り返されて、しかし上がりそうで勝ったのは国侍剣強いっすね、本当に。